僕が住んでいた町は田舎で、今考えれば漫画やドラマの世界のような場所だった。山間の谷間に沿って開けた郡の中にある一つの村だったが、今では周辺の村と合併して町になり、僕が住んでいた村は廃村となってしまった。廃村とはいえ、ただ合併で村の名前がなくなったというだけで、限界集落や消滅集落などではなく、今でもたくさんの住人が暮らしている。その中には、昔からのしきたりや、様式めいたものを大事にする風習が、未だ多く残っており、それを尊重するお年寄りも少なくない。身近なものだとお祭りやお盆、その他季節のもの、あとは子供に聞かせる、夜に口笛を吹くと、泥棒が来るなどの迷信もそうだろう。僕も子供の頃は、そんな迷信など古臭くて、陳腐なものだと軽くあしらってはいたが、それは決して、存在な扱いをしていいものではなかった。ある年、僕が中学生の頃、親族のお姉さんが嫁入りすることになった。田舎の代表的なイメージとして、親戚同士の付き合いというものがあるが、実際にはそうでもなく、冠婚葬祭でもなければ、めったに親族は集まらない。せいぜいが自分のいとこくらいなものだが、うちは割と親族同士の仲が良く、盆正月でも割と多くの人が家に集まっていた。その中でも祖父の兄弟が多く、その中に A ちゃんという九段のお姉さんがいた。祖父の兄弟の孫なので、僕から見れば鳩子なわけだが、子供の頃はそんな小難しい俗柄はどうでもよく、ただよく遊んでくれる優しいお姉さんという認識だった。年齢は A ちゃんの方が7つほど上だったが、僕と同じ一人っ子ということで、僕はよくこの A ちゃんに構ってもらっていた。大人たちが酒と小難しい話で盛り上がる宴会中など、つまらないことがあると A ちゃんのもとに行き、遊んでほしいとねだると、困り顔を作りながらも結局一緒に遊んでくれていた。A ちゃんはとても優しく寛容的で、実の母より包容力のある理想的なお姉さんといった性格だった。僕もとてもよく懐き、本当に姉だったらいいのに、と思うほどだった。A ちゃんも同じように思ってくれていたらしく、ことあるごとに、〇〇くんが本当の弟だったらよかったのにね、と言ってくれていた。だから A ちゃんが嫁入りするということを聞いたとき、失恋のような気分で落ち込んだのを覚えている。事実、僕は多少なりとも A ちゃんに恋心のようなものを抱いていたのかもしれない。本来は祝わなければならないはずなのだが、僕はその知らせを受けた日は、ずっと部屋に閉じこもり、泣いていた。それから数日後のことだった。A ちゃんが嫁入りするということは、
親族伝いで聞いてはいたのだが、改めて本人が僕の家に来て、僕の祖父母と両親に報告をしに来た時のこと。改まって報告をしに来た A ちゃんを含め、今にいる全員の空気がおかしかった。なぜかはわからないが、子供心ながらに、ただごとではないと思ったが、それにしたってその場所の雰囲気は尋常ではなかった。どう見てもお祝いする雰囲気ではない。何かいけないことをしてしまい、誰も擁護できず、味方のいない空間で背水の陣。そんな感覚が A ちゃんを取り巻いていた。両親は青ざめたような顔でうつむき、何も言わずに A ちゃんの話を聞いている。その祖父に至っては今にも怒りで、爆発しそうな勢いを何とかとどめている、という風だった。A ちゃんは何かを覚悟したように、こたつを挟んで、真剣な眼差しで、四人と対峙している。夕飯後に A ちゃんは訪れたので、僕は母に言われた洗い物を台所でさせられており、会話は断片的にしか聞き取れなかった。それでも聞き耳を立てて、何事を話しているのか聞き取ろうとしたが、今とは少し離れていることに加えて、洗い物の水の音が邪魔で、細かいことは聞こえなかった。しかし水を止めるとサボっているのがバレるので、止めるに止められなかった。かろうじて拾えた言葉を紡いでいくと、どうやら A ちゃんは、彼女の両親の反対を押し切って、相手との結婚を決めたらしく、結婚すると言い出した時には、すでに婚姻届を出す一歩手前の状態だったらしい。言葉の端々から、A ちゃんが田舎の暮らしにへきへきしていたのが読み取れた。嫁入りし、相手の住む都会で一緒に暮らすらしい。なんとなくここまでの流れで、なるほど陰鬱な田舎暮らしが嫌になり、結婚を理由に逃げ出そうとしているわけかと理解できる。僕はというと、やはりそれを聞いてショックだった。僕は少なくとも、田舎暮らしは嫌いではなかったし、A ちゃんと過ごす時間はとても楽しかったからだ。勉強を教えてもらったり、何もない神社でぼけっと、取り留めもない会話を楽しんだり、そんな何でもない時間が、とても有意義に思えた。けど A ちゃんは違った。田舎の暮らしは彼女にとっては、苦痛でしかなかったのだ。その時、A ちゃんがたまにこぼしていた愚痴を思い出した。どこに行こうが、何をしようが、町の人たちはすべてを知っている。悪いことはしていないのに、監視されているみたいであまり好きじゃない。僕はあまり気にしたことがなく、それが普通と思っていたのだが、歳だけ見ればもう大人の A ちゃんには彼女にしかわからない気持ちがあるんだなと一応漠然と受け止めていた。そんなもんじゃないかなとだけ返事をしたその時は A ちゃんもそうだよねと返事をしただけだった。
それがこうも彼女を苦しませていたのだと知ると、僕は自分の愚かさ、デリカシーのなさにうんざりした。でも言ってしまえば体のいい駆け落ちのようなものだ。それが A ちゃんの両親が怒るのはまだしも、なぜうちまで報告しに来て、加えてこんなおかしい雰囲気なのかはわからなかった。洗い物が終わり、今に報告に戻ると A ちゃんがもう帰るところだった。祖父母はすでに今におらず、父と母がうつむいているだけ。 A ちゃんはすでに廊下に向かう扉に手をかけていた。 A ちゃんは僕の方を向き、一瞬何事かを言いかけるように口を開きかけたが、しばし言いよどみ、悲しそうな顔をして、じゃあねと一言だけ言うと出て行ってしまった。やはり僕程度の存在だけでは彼女を引き止めることができないと現実に打ちのめされ、僕は返事も返せずにただ見送ることしかできなかった。親族のつながりは固い、たとえ実の家族ではなくても、まるで自分の子供や孫のように親身になってくれる。うちではそうだった。だから祖父母も両親もあんなに変な雰囲気だったのだろう。僕はそう納得しようとした。 A ちゃんが玄関の外に出て最後にこっちを向いたその顔は、何とも言えない表情だった。悲しい顔なのか優しい顔なのか、僕には判別できなかった。いろんな思いが頭の中で交錯し、いたたまれなくなり、 A ちゃんから目をそらしてもう部屋に戻ろうとした。その瞬間、父がすごい勢いで玄関までやってきて、 A ちゃんを突き飛ばすように外へ追いやり、けたたましい音を立てて玄関を乱暴に閉めた。父は比較的温厚な性格だったので、僕はあっけに取られ呆然と見ているしかなかった。父は鍵をしっかりとかけ、僕の方を一瞥すると今の方に戻っていった。母に何事か指示するとガサゴソと作業をする音が聞こえてきた。何かと思って今の方へ戻ると、父が A ちゃんに出していた茶菓子を乗せたお盆、湯飲み、座っていた座布団なんかをまとめてゴミ袋に詰めていた。母は A ちゃんが歩いた場所、触った場所を雑巾でこれでもかと強くこすっていた。客人訪問の後片付けにしてはただごとではない。それに、当人が出て行った瞬間に、こうも執拗にするものだろうか。まるで汚いものが来たみたいに、倫理的にダメじゃないかと思った。困惑したが、それでも一応手伝おうとしたとき、父からすごい剣幕で触るなと怒鳴られた。父
のあまりにも想像を上回る変貌っぷりに驚愕し、作業が終わるまで僕は何もできず、ただ突っ立っていることしかできなかった。一通り作業が終わったとき、僕は何事かと父に問うが、まともな返事は返ってこない。こうするしかない、とか、やらなきゃダメなんだ、としか教えてくれず、肝心の理由については何も口にすることはなかった。耐えきれなくなった僕は、その足で祖父母のもとへ行き、何事かと再び問いただした。祖母は険しい表情のまま、祖父を見やり、目線を落とす。明らかに言いたくはないようだった。だが祖父は依然険しい表情のまま、大仰に息を吐いた後、父よりは詳しく事情を話してくれた。どうも A ちゃんは、してはいけない時期に、行ってはいけない場所まで行き、してはならない嫁入りをしようとしているらしかった。聞きたかった明確な答えではなく、逆に疑問が湧いてきたのだが、どう聞いてもそれ以上は教えてくれず、ただそういう決まりなんだ、としか言われなかった。加えて、僕ら家族がその嫁入りに関わったり、今後 A ちゃんとつながりを持つことは、もう許されず、うちの親族から断絶、家に残したものまで処理しなくてはいけないらしい。つながりも、残したものも、そのままにしておけば、今度はうちが触りに合う。そう言って祖父は、もう何も答えてくれなかった。僕は必死に、じゃあせめて、手紙を出せるよう、どこに住むことになるのかを教えてほしい。と懇願したが、祖父は頑として教えてくれなかった。どんな形であれ、つながりは持てん。もうあの子のことは忘れてやれ。どうせもう、二度と会えなくなる。あの子は知っていて選んだんじゃ。最後にそう言って、祖父は背中を向けてしまった。その後結局、A ちゃんのことを話題にするのは自然とタブーとなっていき、時が経ち、僕が大人になる頃まで、彼女の存在は完全に忘れ去られた。だが僕は決して、忘れたわけではなく、親族の集まりがある時に、それとなく年の近い人たちに聞いてみたりしたが、全員一様に、そのことは聞くな。何も教えてやれん、としか言われず、
その後の A ちゃんの消息はつかめなかった。数年が経ち、僕も実家を出て生活し始めて、しばらく経ったお盆の帰省で A ちゃんが死んだと知らされた。あの時と同じく、誰も詳しいことは教えてくれなかったが、あまりの衝撃で僕は新聞やネットなどを駆使し、 A ちゃんの行方を必死に追った。 A ちゃんは殺されていた。 A ちゃんの住む民家に侵入した強盗に包丁でめった刺しにされたらしい。夫も、生まれていた子供も、まとめて殺されており、一家惨殺の痛ましい事件として、当時は県内でもニュースになっていた。込み入った状況などはわからなかったが、A ちゃんは他の二人より明らかに刺し傷が多く、単なる強盗というより怨恨殺人だと言われていた。だが犯人と A ちゃん、夫にも関連性はなく、犯人も他県からやってきたようで、なぜ A ちゃんの家を狙ったのかはわからない。その犯人はその後捕まったが、動機に関して、指示されたから、やらなくてはいけなかった、としか発言せず、さらに誰から指示されたかについて、大勢の浮いている人たち、としか答えず、精神鑑定に回されたらしい。明らかに祖父の言っていたしてはいけない迷信のようなものに因果関係があると思った。はじめは田舎から逃げた A ちゃんを糾弾するような迷信だと思っていたのだが、二度と会えなくなる、といった祖父の予言があたり、何かあるとしか思えなかった。実際に、A ちゃんが亡くなり、僕は一気に怖くなった。それでも、祖父母も両親も教えてくれなかった。親族の皆が、誰も彼も教えてくれなかった。後にこれだけは教えてもらったのだが、A ちゃんの結婚予定日と死亡した日はくしくも一緒だった。日付は覚えていないが、夏の彼岸前だった。迷信は決して、存在に扱っていいものではない。きっと何か理由があり、してはいけない、言ってはいけないと言われているのだろう。それが、超常的なものだろうが、何だろうが、僕はその日から、迷信を信じるようになった。してはいけない嫁入りの内容については、知る由もないのだが、両親にも、もしかしたら祖父母にも、誰にも、この迷信の真実は、知られてはいないのではないだろうか。
それでもきっと、これからも、後に生まれてくる子孫たちへは、僕に教えたのと同じように、伝えてゆくだけなのだろう。